皆さまこんにちはクリスマスローズ大好き野々木千実の園芸ノートです今回はヘレボロスクラブの10月の交流会のご案内です10月29日の土曜日に開催する交流会では植物写真家の富山実先生をお招きして講演会を開催します富山先生は 1944年生まれ神話ツーリストアルパインツアーサービスで約30年間にわたり世界のワイルドフラワーを見るツアーを企画し講師としても45か国を回るご活躍をされましたミネハナ会ヒマラヤ植物研究会英国アルパインガーデン・ソサエティなどの会員でいらっしゃいます。 学習研究者から、世界のワイルドフラワー一、二、そして、文一総合出版から、原種の花たち、チューリップ、および青いけし、メコノプシスなどの著書を出版されています。ワイルドフラワーのエキスパート、富山先生の今回の講演のテーマは、 ヘレボルスを育てるる自生地におけワワイルルドフラワーの仲間ですヘレボルスが自生するヨーロッパの西ピレネー山脈からコルシカ島ギリシャ本土の特産地のほかにバルカン半島のヘレボルスの本場スロベニアボスニアヘレツェゴビナモンテネグロに自生するヘレボルスとジョージアまで。 春の花たちの自然な姿をご覧くださいまた中国にポツンと離れて自生する四聖省のチベタンスも忘れてはいません会場は池袋コミュニティカレッジですヘレボロスクラブ会員以外の一般参加も可能ですが新型コロナ対策のため参加人数を制限しての開催となりますので 早めに参加登録をお願いいたします。参加申し込みの要領、タイムスケジュールなどは概要欄に記載していますので、ご確認ください。皆様とお会いできるのを楽しみにしております。それでは次の動画でまたお会いしましょう。